アンドレアス・スボリッチはドイツの騎手。オーストリアのウィーン出身で国籍はオーストリア。身長164センチメートル、体重54キログラム。香港における名前の中文表記は、セツタら力日本ではかつてスボリクスと表記されていた時期がある。1987年騎手デビュー。1990年にドイツに渡る。 1993年ドイツの騎手免許取得。1998年バーデン大賞。2001年シンガポールカップ。香港クイーンエリザベス2世カップ。アーリントンミリオンなどの大レースを制す。2002年109勝でドイツのリーディングジョッキーに輝いた。2004年はドイチェスダービートディアナ賞。イタリアのジョッキークラブ大賞を制覇するなど104勝を。 上げる活躍で、ドイツのリーディングジョッキーとなった。2005年は181戦38勝で、ドイツのリーディングは17位だった。2006年は444 107勝で、ドイツのリーディングジョッキーに返り咲いた。2010年3月、香港、シャティン競馬場で調教中に頭部を負傷。この影響により8月に現役引退を表明したが、12月には、 医師の許可が降りたとして、現役復帰を表明した。2013年現在、香港で帰乗している。2001年、第21回ジャパンカップにおいて、パオリニに帰乗し、中央競馬初帰乗を果たす。2004年1月17日から2月16日、2月21日から3月20日には、初めて JRA の短期免許を取得した。 1>, 1月18日の京都競馬場での第1競争に、帰場したホットテーブルで勝利し、JRA 初勝利を挙げ、第9回シルクロードステークスでは、単勝一番人気のキーンランドスワンで、JRA 重賞初勝利を挙げている。以降、2005年1月22日から2月21日まで、アカデミー、ただし1月29日の京都競馬第8競争で、 役場負傷のため途中帰国。2006年10月21日から11月19日まで。2007年2月24日から3月23日まで。同年10月27日から11月26日まで。アカデミー。2009年11月7日から12月6日まで。それぞれ短期免許を取得して来日した。中央競馬での通算成績は397 0 26勝。 来日時は、裏開催で起乗することが多く、勝ち案は半分以上の16勝、うち福島競馬場で7勝を挙げた。ワールドスーパージョッキーズシリーズには、通算3回出場。うち2004年の第18回と2006年の第20回で優勝。優勝2回は、岡部幸男、オリビエペリエ、柴田義富、横山の弘と並び最た記録である。ありがとうございます。